アメリカのトランプ前大統領が78歳の誕生日を迎え支持者を前に11月の大統領選での勝利を訴えました。 トランプ氏はバイデン政権で経済がインフレに見舞われ、不法移民に国境が蹂躙されていると批判し、自らが大統領に返り咲き、アメリカを再び復活させると訴えました。一方、81歳のバイデン氏はトランプ氏との実績を比較した動画を投稿し、年齢は数字でしかない、しかし選挙は選択できると訴えました。